銀ブラジオ、はい、遅く起きた日、はい、はい、こんばんは、はい、7月22日、はい、第152回、はい、ということです、はい、はい、いかがお過ごしでしょうか、はい、ということで元気でしょう。ミッキーみたいですね。ミッキー、はい、ディズニーランドさ、行ったことあります？あんまりないんで、1回か2回、昔だよ、はいはい、行ってる時あるけど、あんまり興味ないんだよ。でも楽しいんだってな、ディズニーランドって。あの、俺も24で初めて行ったんですけど、ディズニーシー。ディズニーシー、はい、あの、結構バカにしてたんですよ、カーンっつって、うん、と思ってたんですけど、うん、と思ってたんですけど、めちゃくちゃ楽しかったです。大人の方が楽しいですよ、多分あれ。あ、そうなの。ここ日本じゃないみたいみたいな。ディズニーシーが、シーが、へえ、はい、ランドも楽しいって言うから行ってみたいんだけど、はい、今度行こうよ。いや、でも7分っすよ。で、はい、ちなみにチケット1万超えたらしいですよ、うん、バカ。俺たちのギャラよりもどうなっちゃうんですかね。突っ込んでくれよ、なんか。ダメよ。いや、せちがれ、ほんとその給料とか、うんうん、どんだけもらっても今足りないじゃないですか。そうだよな、困ったな、困ったな、はい、困ったなの歌、はい、あのさ、ほら、純平、あの、大阪の方にもあるじゃん。ユニバーサル？あ、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン。あ、はいはい、それそれ。そこも行きたいんで、行ってる気ないの。それは行ってみたいですね。行きたいな。楽しいらしいですね。なんかマリオの、あれあるらしいですよ。マリオの、うん、マリオの世界。スーパーマリオの世界みたいなやつがあるらしいですよ。本当の話？それ。はい。あ、行きたい、それ、はい。楽しいですね。あの、なんか、あの、なんかさ、飛行機かなんか落ちてるんでしょ、ザ・バーンと。え、知らない。そんなのあるんですか？あるあるあるだと思う。テレビでやってたもん。あのね、火事見たくなって、火事見たくなって、なんかが燃えて、はいはいはい、飛行機だと思って、そこずっと俺突っ込んでバーンっていくのかな。へー、すごいんだよ。ちょっとマイク離れてごめん。確かに今離れてますよ。本当本当。そうなんですね。ちょっとじゃあ見てみよう、今度。それは行きたいなと思う。なんかそういうの、あの、前、昔ちょっとなんか人多いし、別に行きたくねえなと思ってたんですけど、うんうんうん、やっぱ行った方がいいっすね。大人になって行ってみたいよね。大人になった方が楽しいかもしれないですね。うん、はい、だからみんなほら子供連れて行くとかさ、はい、彼女と行くとかさ、はい、それはやっぱね、まあ、大人になってね、まあ、行きたいよね、一人で、はい、なんとなくその、あの、僕はあんま人混みじゃない方がいいっていうのがもともとあったんですよ、うんうんうん、その、なんか観光行くんだったらもう山奥の静かなところみたいな感じだったんですよ、キャンプみたいな。あ、そうです、そうです。あ、そういえば話また買っちゃうけど、はい、キャンプ、あ、話していいよ、じゃあキャンプの前に。なんかキャンプの前にですか、うん、キャンプ何にもないですよ、最近キャンプ行ってない。そのなんじゃ、そのなんか人混みがどうどこで。ああ、まあ、うん、人混み、うん、じゃない方がいいなと思ってたんですけど、うん、まあ、そういうなんかユニバーサルスタジオジャパンとか、その、うん、みんなが行って楽しいっていうようなところ、うんうん、そこは行ってもいいかなと。そこは絶対楽しいはずなんだ、みんなが楽しいって言ってるところ絶対楽しいです、うん、だからそこは行ってみたいなと、はい、そういうことね。で、キャンプの話行こうか。はい、お、整理ありがとうございます。うん、キャンプ何、最近まで行くの？最近行ってないですよ。で予定は？9月、8月終わりぐらいに行こうかなっていうような話でなってるらしいです。うん、まあ、埼玉の奥？今度はどこなんですかね。わかんないですけど。夏は虫がいてどうでこうでと聞いたけど、はいはい、そうなの？そうですね。でも9月になったら、うん、もう多分山の方だともう寒くて。ああ、たくさん来て、はい、寝袋持ってってダウン着て、はい、多分そうなると思います。あんまり寝れないってやつ。そうです、寒くて。まあ、その前最後に行ったのがあの4月ぐらいなんですけど、うん、あ、4月かな、うん、4月の時点でもやっぱり夜は寒かったですね、うん、夏、あの、昼間は暑いんですよ、うん、昼間 T シャツなんですけど、うん、夜ダウン着込んで寝てるみたいな感じで、うん、そこでクマが出てどうするの。クマさん来たら、クマさん出てきたらもう食べられるしかないでも熊出てますよ。でも本当に気をつけないと。 あんまり山、あ、そうか、そのなんか食べ物とか外に置いといたら、うんうんうん、もう熊あさりに来るらしいです。熊やばいよ、うん、気をつけないととかですけど、うん、熊の言葉を覚えればいいんだよ。だからな、熊語ですか。でもなんかあんま泣いてるところ見たことないですけど、なんかウォーみたいな感じなんじゃないですか、熊って鳴き声っていうか、ウォーだかなんだかウォーウォーウォー何言ってんだよこれ考えて喋ってないですね、これは。もうなんか適当にまあでもたまには面白いですけどね、はい、クマと話したらいいね。クマ話、いやでもすごいこと言ってくるかもしれないですよ、うん、なんか、あの、ちょっとごめん、今日はちょっとやめてくれと、うん、俺は襲わないでくれとか言ったら、うん、いやいやいやみたいな、うん、ふざけんなよみたいな、殺してやるわみたいなこと言われるかもしれないですよ、うん、そっか、うわうわってで、俺たちも、おおおおおおおって言えば、もう、おおおってびっくりしない。ハイタッチ求められたりして適当に言ってみるもんだなっつって、うん、あ、まあ楽しそうだね。
そうですね。できるわけねえじゃねえかお前。でもなんか猫の、うん、あの猫と喋れるアプリみたいなの知ってます？嘘だ、話せないよ。なんか あのなんかアプリにその、うん、なんかお腹すいたとかいう、うん、なんか猫に質問するようなボタンがあって、うん、ポチッと押したら、うん、にゃーって言うんですよ、うん。そしたらその猫がお腹すいたってあの質問されたと思ってなんか答えてくると。作っただろ今。いやいや本当です。でその猫が何猫の鳴き声によって何言ってるかっていうのをなんか判定するみたいな音声認識みたいなアプリもあるらしいんですよ。本当に。はい。いやでもそんなことそんな人間が考えたんだからそんなわけねえだろうとは思うんですけど。でも一応あるにはあるんで。でもなんとなく動物ってわかるじゃん。あなんとなく。そうですね。猫。俺は猫か。あ昔あ昔さ。うんあの実家では飼ってる時はあったんだけど、はいはいはい、あと犬はなんとなく分かるよね。そうですね、うん、犬の方が分かりやすいかもしれない。小鳥も分かるし泣いて。だからさ小鳥分かるんですか。っていうか鳥って頭いいですもんね。それは頭はちょっと分かんないけどでも、ね、分かるよ。あ多分こういうこと言ってんだなとか。だからそれの一瞬なんだよ動物って。あ鳥は、うん、いやほんとほんと俺ハトも飼ってたからさ。あこういうことを求めてんだなとか餌食いたいんだなとか飛びたいんだなとか。あ、うん、いろいろ、うん、と思うよ。鳥の話はちょっとまた今度にしましょうかね。鳥それ前のやつですね。じゃあちょっと新井さんのコーナーに行きたいと思います。はいよー。新井たけしと今井よしやしの、まあ、まあ、いいかいガチョーンで。ちょっと今日は低いね。ちょっと違うでしょ、ね、変えようかなと思ってさ。そうやね、ちょっとはなん かそろそろ変えてもいいかもね。ガチョーンばっかだね、うん、ビローンとかさと、ね、ガビーンとか、ね、ガビーンとかね。でたまにガチョーンっていう人いるんですよ、ここに来て。あそうなの。これ聞いてて聞いてて、あら、まあ、ガチョーンね、まあね、うちらがそういう世代ね、時代に育ったから、ねうん、やっぱり残ってるのはそういうね、うん、セリフとか、うん、CM でもそうだもんね。そうですよ、ね、でもなんでガチョンって言ったのかなと思って、ね、なんそういえばそう一番最初どうして言ったの。いや、わかんない、ねうん、スミちゃん、いらっしゃったらいらしてみたいな ね先輩、はい、誕生日過ぎたんじゃないですか。おめでとうございます。まあ、めでたいのかな、ねうんね、ですよ。もうずっと元気でいてほしいなと思います。ね、あの年男で72じゃん、はい、ってことはさ12年で一回りするわけよ、うん、ね、うん、その、うん、あの干支って、うんはい、でそれだけでもさ、うん、一回りした時って12歳になってるわけじゃん、うん、その12歳をさ6回もやってんだよ俺。そうやって考えると何なんだろうなと思って、まあねでたまにさ、うん、こうちょっと飲みすぎたりして、うん、寝る前にさあなんかバックンバックン言ってんななんて思って、うんうん、ふって見ててさこう触ってるとドックンドックン言ってんじゃん、はい、こいつ偉いなってさ72年間さそうだよねずっと俺のために動いてくれてんだってそうだよなえねえね思うでしょ。そう思うとそうだよね。そうよ。だから他の目にしてね、うんうん、あの耳だろうが鼻の口だろうが、うんうん、何だろうがさ、うん、全部そうだけど、うん、72年間さ、うん、ね、俺のためにちゃんとしてくれてるっていう。生まれてからさ、うん、誕生日でなんかこう忘れられないっていうかエピソードっていうかさ、うん、なんかあります？あのね、ちっちゃい時にね、うん、ブリキのね、ブリキ？うん、ブリキのおもちゃじゃない昔はさ、あったあった。ね。うん単純な後々考える仕掛けなんだけど、うん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 、ちょっと大きな宇宙船みたいなのあったのよ。はいはいはい、で、はいはい、そういうのが欲しいななんて言ってて、うん、であれ何歳だろうなかなりちっちゃい時だけど、うんうんうん、で親が買ってくれて、うん、車体の下にさくるくる回る、うん、あのなんかあったかもしれない、うん、あの動力になるんだけど、うん、それがさ前の方のなんかストッパーじゃないけど車輪があって、うんうん、それがテーブルとかのとこからクンと落ちると、うんカタンってやるとさその回る車輪が今度動いて、うん、でクーッと向き変えて、うんね、落ちないでテーブルの上をさ行ったり来たりしてるって、うん、あれがねすげーと思ってねいやお祭りでもあるよねそれね
あ、そうだっけ、うん、でもそれ高いんじゃない？いや、わかんないけどな、うん、なんとなくわかる、うんうん、だからそう、あの時はね、すっげえ嬉しかったな。今、そのだからブリキのおもちゃなんてすごい高いじゃないですか、だって、まあね、ないから。ああ、そうだ ね、 ね、車とかさ、うんうん、そうそうそう、ね、みんなブリキだったもんな。そう、ブリキだ、うん、あとあのね、お祭りの時なんかのさ、うん、なんであのひよこって黄色いはずなのに、うん、青いのとか赤いのとか緑のとか、これ知ってる知ってる、ね、これなんでこんなやるの、あれ、なんなんだろうな、あれ、シューってスプレーでやっちゃうのかね。そうじゃない、かわいそうに、うん、でもさ、ひよこってさ、うん、買ってって怒られたけど、うん、死んじゃうんだよね。うん、すぐ死んじゃうのよ、うん、かわいそうだけど死んじゃうんだよな、ね、こたつの中入れたりとかさ。そうそう、金魚ももちろんあったけど、 あとあのほら緑亀ちっこいの、うんね、はいはいはい、亀とさ、あの色の違いのひよこってさ、うん、どこでも売ってたよね。売ってた売ってた、ね、うん、今もあんのかな。いやー、わかんないだけど、最近行ってないからわかんないんだけど、うん、ひよこはね、うん、よく買いましたね。10円かなかだったよね。いや、もう金額覚えてないんだけどさ、うん、10円とかさ、うん、5円とかわしちゃったけど、うん、買ってってさ、こういう箱にさ、はこういうなんかほら、あんじゃない、箱にさ入れられてさ、段、うんうんうん、ボール箱みたいな、そうそうそう、そうそう、箱に入って、そうそう、でうち帰って買ってくんだ、何で買ってきたのって怒られてさ、そうそう、下手すと買ってきてすぐさ、もうくたばってるのがあったもんね。本当だよね、うん、あれ何だったんだろうな、まあ、可愛くてさ、あの詐欺じゃない、詐欺というか、うん、の始まりだよね。いや、あれさ、お祭りの時さ、焼きそばとか食べた、うん、食べたよね、食ったよ、やっぱし食ったんだ、うん、だから健康なのよ。ね、ちょっとぐらいじゃさ、そのアレルギーとか、うんうん、ね、あの病原菌がどうのなんてさ、うん、そんなものは抵抗力そうやってできてるから、あれさ、美味しくないんだけどうまく感じるんですよね。感じるんだよ、あれ、青のりかなんかさ、こうで帰ってきて、あ、お祭りだから飯食えないなんか、お祭りで食んじゃねえぞなんておふくろに言われたりしてさ、うん、でもさ、歯に青のりかなんかついてるんですよ。バレるんだ、全然バレちゃうんだよね、うん、なんかその延長で何じゃないの、大人になってもさ、うんうん、同じもの食べるんでも家で食べるより、ね、友達と仲のいいやつとさ、うん、どっか飲み屋とか、うん、そういうとこ行って、うん、飲みながら食べると全然違う味に感じるとかさ、うん、そうだね、ね、うん、うまく感じんだよね、ね、でも本当によつくづくね、よく生きてるなとは思う。そこに戻れましたね、特にあの、うん、ほらどんどん最近ね、うん、このコロナの時も本当にそうだったけど、うん、はい、入ってくるニュースがほらコロナのことしかないから、うんうんうん、余計にさ、うん、ちょっと身の周りで知ってるやつがね、はい、自分より若いのに先亡くなったとか、はい、そういうのがあるとさ、なんか いつもだったらもうちょっと軽くって言っちゃ悪いけど、うん、ね、あれなんだろうけど、特に何もしなくてじーっとしている時にそういうニュース、ね、うん、友達から聞いたりすると、はい、っていうさ、うん、そういうのがこう何年かね、まあ、自分の年回りでしょうがないんだけど、いつも言うようにさ、本当だ、うん、だからそういうのもあってなおさらね、うんうん、さっき言ったようにさ、72年間ずっとこの心臓動いてくれてるとか、うん、血液ずっと回ってくれてるとかさ、うん、でも感謝しかないな。でもあれさ、健康じゃないですか。いや、今のとこね、今のとこだけど、そうそうそう、ずっと先輩とお付き合いさせてもらって、だって病気になったらいいの、あれやーって骨折れちゃったよとか、そういうのよく聞きましたけど、そうそうそう、ね、外科的なのはあるけど、ね、外科的なのあんまりないんだよね。ないっすよ。だから辰巳に言われんのよ、うん、また辰巳が出てくるけど、知ってる知ってる、なんだお前よって、じゃあ悪いのは、うん、顔と頭と心かって。いや、そんなことないですけどね。もう御意って言ったけどさ。次のコーナー行きましょうか。はい、はい、新井武の知らんけどコーナー。前回もね、前回か、まあ、しょっちゅうそういう話をしてますが、結構いい年になって、一人でね、夜こうちびちび飲んでる時なんかにふとやっぱ思うのは、自分が今までやってきた、暮らしてきた中での相手のことだとか、家のことだとか、いろいろこういろんなことがね、やっぱりだんだんこういわゆる就活っていうんですか、反省をね日々より考えるわけですが、またそろそろ CD を、そういう思いを込めた CD をちょっと残したいなと
いうのがありまして、まだ今選曲というかね考えているところなんですが、言い残したこと、ね、別にあの今すぐ終わりそうって意味じゃないですよ。なんかね今のうちにこうちゃんと形にしたいなと思ってる今日この頃でございますが、なるべく早くね CD に形にして皆さんにも聞いていただけたらなと思っておりますが、なんでこんな真面目になってんだろう、知らんけど。
社長お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、ここからは、はい、あどうぞ。純平とみゆきでお送りします。はい、言いたいんですもんね。はい、まだかまだかと思って待ってました。はい。はいはい、ということで、この前の7月19日。はい。いいですね、うん、アイム姉妹店 T3 by アイムオープンしまして、はい、はい、でそれの開店祝いライブということで新井さんと社長と私でライブやってまいりました。はい、はい、足運んでいただいた皆さんありがとうございます。本当にありがとうございます、はい、なかなかアイムとはまた違った空間ということで、そうですね、はい、新井さんも終電があるんだけどって言ってたのにめちゃくちゃ喋っていただいて、うんうん、楽しい感じになってましたけど、そうね、はい、そこはやっぱりなんかこう変わらない、ね、感じがありますよね。そうですね、うん、はい、お店は違う、内容は違うんですけど、うん、で綺麗なお店だし、うん、綺麗な格好してこいよって言われたんで、はい、わかりましたっつって、うん、その普段あんまり最近履かないピッチリとしたそのパンツとシャツで行ったんですけど、うん、襟付きのシャツで行ったんですけど、えらいね、はい、全然社長 T シャツとなんかジーパンだったんで、うん、え何それあれって綺麗な格好で来いって言ったのにウケるすごいね、はい、一人でかしこまってしまいましたけど、はいはい、ということで、はい、皆さんその T3 by アイムね、ぜひこちらにも足運んでいただきたいなと、うん、ぜひぜひ思うんですけれども、なんか本当に綺麗なところで、はい、アイムとはまた違う、はい、もう本当におしゃれというか、あこれが銀座だなって思いましたね。あそうそうね、アイム銀座感ないですよね、うん、まあ、いい意味ですよ。そう、はい、いい意味で、はい、場所が8丁目、はい、にありますので、はい、アイムから何分ぐらいですかね、歩いて 2、3分、 2、3分ですね、はい、うん、はい、新橋駅が近いですね。みゆきさんも、うん、そっち行ったりこっち行ったりで、うん、行き来してるので、そうなのよ走ってます、はい、汗だくになっております、はいはい、その T3 のねちょっとご紹介したいなと思うんですけれど、はいはい、特徴としてはどんなのが、それがね、はい、ピアノのね生演奏が目の前で聞けちゃうんですよ。おうん、それはもうアイムではね、ない、アイムの鍵盤はもう音が出ない鍵盤がありますからね、シシシです、はい、はい、それでね、あとね、はい、美味しいね変わったねお酒もねいっぱいあるんですよ。お酒種類多いですよね。多い、うん、あれ置いてましたよね、あれ山崎、あそうすごいね、なんか今置いてんだと思って、あるんだと思って、なんかそのないない言われてるじゃないですか、うん、ないんだけどうちにはあるんだな、特殊なルグタから入手したんですか。そうなんだな、すごい、だから全然アイムとは、まはい、ね、ほんと違って、なんかいい感じのこうお酒が並んでるなっていう のがすごい思いましたね。おいしいお酒がいっぱいあります。はい、うん、はい、あとはね、かわいいね女性がいっぱいいますよアイムと違って。おや、はい、それは穏やかではないですね。はい、いや、何が、いいですね、はい、アイムにはなかった女っ気が、うん、そうね、できましたよということですよね、はいはい、アイムと全然違うよって羨ましいなっつって、はい、全然で、うん、ただですね、アイムの方も、うん、新しくですね、うん、ギタリスト、うんうん、そうそう、男性、ね、フレッシュなボーイがですね2人来ました、うん、そう、はい、で僕も会って、うん、一緒に演奏したりとかしたんですけど、うん、いやー、いいですね、かわいい、はい、かわいいあとこう、演奏の方もね、うん、みんななんか大人な感じの演奏するので2人とも、うん、多分まだ24、5ぐらいだと思うんですけど、そうね、はい、うん、なのでちょっとアイムの雰囲気にちょっとぴったりなんじゃないかなと思ってるので、うん、ぜひ来てアイムにもちょっとこんな感じの子なんだなっていうのをこう、うん、見ていただければと、ね、ただまあ残念ながら男なので、うん、女の子の方がいいっていう方は T3 に行っていただければと、まあ、はしごすればいいのかな、そうそうそう、はい、そう、それが一番いい、そうですね、うん、おすすめコースです。演奏してなんかある程度もう、はい、もういいですねっつって、うん、もういいやっつって、うん、T3 行って、うん、いい雰囲気でお酒飲んで、うん、キロに着くと、そうね、いいんじゃないか、最高ですね、思います、はいはい、そんな感じでですね、はい、ちょっと中間で曲を流そうと思うんですけど、はい、この前、レコーディングしました小牧さんのですね、はい、これはまあおなじみのリフレインなんですけど、これの小牧さんバージョンお流したいと思います。今着々と制作進んでおりますので、はい、小出しにしていこうかななんて思ってるので、はい、ぜひ聞いてください。はい、どうぞ。
いかがだったでしょうかという感じで、また違った雰囲気ということで、素敵ですね。はい、もういろいろ今制作中なんで、はい、続報をお楽しみくださいという方、はい、はい、じゃあ、お便りコーナー行きたいと思います。はい、ラジオで聞く知らず知らずのうちにもういい感じですね。そしてじゅんぺいさんが体調崩してたなんてびっくりしました。ますます暑くなりますし、どうかご無理のないようにお気をつけてください。みゆきさんはとてもピュアな方だから、本当のことを言ってしまうんでしょうね。そんなみゆきさんが私は大好きです。今更ですが、今井さんの周りはいい人がいっぱいですね、とのことです。おお、ありがとうございます。ありがとうございます。そう、体調崩してたこともありましたが、ありました。今は元気なので、ご安心ください。はい。はい。はい、皆さんも本当にね、無理はせずという感じで。はい。みゆきさんもよかったですね。ん？ピュアと。いうことで、はい、ピアが売りですもんね。はい、はいはい、続いて今回も知らず知らずのうちには聞かせていただきました。この曲は同じフレーズを繰り返すだけなのに、なぜこんなに感動するのか考えてみました。そして分かったことがあります。知り合った二人の男女が階段を上るように愛が深まっていく流れを同じフレーズに乗せて歌うことでインパクトの強い曲になっていると思いました。ライオネル・リッチーの Say You, Say Me も同じパターンの曲ですね。新井さんの歌唱はいつもながら素晴らしいです、とのことです。お、知らずやっぱり反響が皆様に聞いていただいて、うん、そうですね、本当におっしゃる通りも不思議な、うん、もうずっと同じな、ね、知らず知らずから始まってなんですけれど、うん、なんかねこの情景がすぐに思い浮かぶっていうのもなんかいいなと思うポイントなんじゃないかなと思いますね。そうね、確かに、はい、その歌詞があんまりこう詰まりすぎてないことによって、うん、はっきりと今こういうシーンなんだなっていうのがこう場面場面で分かると。あ、大事ですねそれね、うん、いやもういい素晴らしい構成だなと、さすがです、うん、さすがです。はい、はい、では続いて、そうですね、辰巳さんは本当に優しくてお元気
お気遣いの人で正直に生きている方ですね。以前アイムでのライブの帰り、たまたま新橋駅まで歩きでご一緒させていただいたことがありましたが、そのたった10分の間にその日の演奏のことからご自身の家族のことまでを楽しくお話しくださいました。誰からも愛されるキャラだとしみじみ感じました。またライブを見に行こうと楽しみにしています。おお、そうですね、辰巳さんは本当に僕も大好きなんですよ。はい、正直に生きてるっていうのはあれってことですかね。下ネタが多いっていう意味なのかな。そういう意味でも正直と、はい、はい、では続いて銀ブラジオ毎回楽しみにしてます。今日は新井さんが辰巳さんのこと大好きなのが伝わってきてほのぼのしましたとのことです。ありがとうございます。はい、はい、まあ、もう本当にそのとんでもないぐらい古くからの知り合いらしいの、付き合いらしいの で、うん、でそれこそダウンタウンデビュー前からということだったんで、ね、わあ長いですね、うん、いいですよね、そういう人、あの仲間と今も一緒にやるっていうのがすごいいいなと、うん、ねえ、はい、いいな、そういうお友達欲しいですね。はい、はい、じゃあ今から募集します。はい、募集中です。はい、はい、続いてそばにいるよのバージョン、すごく優しい感じがして一番好きです。あとは、銀ブラジオの後は毎回優しいあったかい気持ちになれます。ありがとうございます。はい、好評ですね、そばにいるよも。あ、そばにいるよもそうですね。あ、そうそうそうですよ、はい、うん、一番多分人気が、そのどのバージョンでも前も言ったと思うんですけど、多分一番人気があるんじゃないかなと、うん、はい、シンプルイズベスト、はい、はい、ワンフォーオール、オールフォーワン、はい、We can change と、うん、はい、いうことで、はい、こんな適当に喋ってても元気を与えられてると思うと嬉しいもんですね。よこら、はい、ということで今日この辺で終わりたいと思います。はい、はい、それでは皆さんまた会いましょう。グダグダ、じゃあね。バイバイ。君と一緒に景色は過ぎて、風はセピアに変わった、君によく似た笑い声にふと振り向く、ほんの小さなわがままさえも愛しく感じてたのに、拗ねた君の甘えだと気づかずにいた、強がりな君は今頃頑張りすぎてないかな、また一人きり土曜を眠れているの、時間じゃなくて距離でもなくて想いを、言葉じゃなくて形じゃなくていつもいるから強く、thank you.
僕の部屋から見える三日月、あの日と変わらないのは、手を伸ばしても届かないと知っているから、強がりな君は今頃頑張りすぎてないかな、また一人きりの夜を眠れているの、時間じゃなくて距離でもなくて甘い、言葉じゃなくて形じゃなくて、いつもいるから強く